あなたの心のお守りに、せめて私がなれるなら、寂しさ渦めるそれだけの忍び合いでもいいの。どこかでお酒を飲んでたら、そっと私を呼び出して、電話を離れず夜更けまでいつでも待っているから。愛してはいけない人だと分かっているけど、募る想い断ち切れないのも、たとえ短い月日でいいのよ。そして悲しい終わりが来ても、咲かせてくれたら。あなたの心の隅っこに、せめて私を住まわせて、泣きたいくらいに好きだから、会えるだけでもいいの。明日がダメなら明後日は、きっといい日になりそうと、鏡の私に話しかけ、涙を支えにして、愛してはいけない人だと誰もが言うけど、夢の痛み分かりはしない、いつか泣く日が来てもいいよ。そして別れの季節が来ても、春を一輪咲かせてくれたら、咲かせてくれたら。